河系軍団である開幕からゴール決めた新登場トレンドベリンガム選手できたどうぞ。本日から週刊ガチャがね再び始動で、もうリーグもね各リーグが始まって、で中でもやっぱ大注目してたねコナミさんのツイッターでも告されたベリンガムが登場ということでね、今回使っていきます。能力全体こんな感じで OMF 登録なんだよね。代表招待ベリンガムね非常に強かったんですが、今回のベリンガムこれ激アツですね。というのも点も決めれるしオフェンス系も上がって、まあ、もちろんねディフェンス能力も高いですし、スピード瞬発もこれチムスタ込みで、スピードに関しては80後半90近くで、瞬発80のせいからのフィジコン83、ボディコンもあるしさ、スタミナもあって、まあ揃ってますね。逆足も使える。で、まだね、ちょっと1試合も使っていないので、どんな感じなのかね、使っていきたいんですよね、ベリンガム。アウトスピンキックがなくなってる。これはちょっと若干の痛手になるんじゃないかなと考えてはいるんですが、まあ使ってみなきゃわからないと。あとスライディングタックルがね追加されて、ということでねまだまだ話したいこともたくさんあるんでね、早速試合の方でね実際にやりながらベリンガムを解説しながらねやっていきましょう。こうついにねベリンガムにライブアップデートがね適用される時代がやってきました。クルトワがねちょっと怪我してたのはねかなりやっぱりそのレアルとしても痛いんですが、ただやっぱり若手ね、ベリンガム含めレアルの若手が頑張っていくということで、早速ねちょっとベリンガムの使用感をねどんな感じなのか、どんな問題ということでやっていきましょう。ジダンの5番だからねベリンガム、いやージダンみたいになってほしいよね。やってくれるでしょベリンガムなら。さあこういうとこ、いやーいきなりもう最高のパスを送ってくれてハーランザウー。ベリンガムもう初っ端ながらねメッシへのパーフェクトパスで、そっからハーランズが決めちゃうという、やっぱさ守備もできるのがでかいですよね。さあここでベリンガム戻します。ナイス、ロドリから、おおこれはナイディですが、焦らない焦らないよ、大丈夫、ここには俺たちが来るとあげる。そしてベリンガム収めてくれ。さあで両足うまいのよネイマールがやばすぎる。ネイマールの頭脳天頂天チョップ。さあベリンガムこういう感じ、こういう感じでさ、なんですかね、セカンドボールをねめっちゃ拾ってくれてたんだよね。めっちゃ軽いよ。さあここ、いやいいんじゃないこれ打って、いやオフェ戦決定力揃ってっから、今回のベリンガムを舐めてもらっちゃ困るぜ。さあここは左足、うどうもいた、スタンダップスタンダップ立ち上がれよ。点の匂いもするしね、てかワンシューめっちゃうまかったよな、あのあれさ、わざと叩きつけてる説ない、あのコーナーからのネイマール。ちなみに最強のネイマールがねスキル追加で完成しました。ベリンガム、うやーべえ、うわー、いらないか、こういうドリブルできちゃうんだよね。やっぱ身長も高くてさ、これちょっと重いかなっていう感じをね思う方もいると思うんですが、このようにベリンガム非常に軽いです。しかも今回ボディコンとフィジコンがさ80後半近くどっちもあるから、いやー空中も強い、本当にね使用感いいベリンガムの使用感が抜群にいいぜ。いや今回2週間ぐらい動画お休みしてたんですけど、まあ、再開動画がねレアルベリンガムということで、いやーいい流れだったか、ここでお相手の神ボレーシュートが炸裂していく。ベベとね、いい選手ですよね、ベベと相手にいて嫌だもんな。ベリンガムが鼓舞していく、まだ20歳だけどね、もうレアルでなんかもう活躍さらにしそうな匂いプンプンさせてるんですよね。ちょっとここで我らの必殺ノイヤー入れていきます。ちなみにこのノイヤーですね、スーパーサブ持ってるからノイヤーにスーパーサブがついたというね。きた、どうする、でドリブルでいいですねこれ、スライド、サンキュー、狙っていくネイマール。でもやっぱドリブルがねめっちゃやりやすい、
ノリアーナイス。スキルがね若干、まあ、弱体化はしてる気はするけど、それでもやっぱり能力のところでかなりいい能力度晴れてる。ナイス、ウェリングムーン、ボン、ナイス、三笘ベリンガム、ミトンガム、これカウンター嫌な形、ノイヤー、スパサブノイヤーが安定してるな。これさあ一回ベリンガム預けて、緊急停止からのスライドでドリブル、上ないで、三笘の1ミリ、三笘の1ミリからベリンガムドリブル、さらにドリブルからぐー、マジか。いやでもいいね、ドリブルがもうとにかくキレッキレなのよ。このボディコン、フィジコンで特殊ダブルタッチ、ボールコントロール90超え、三笘だ、とりあえず一発一致でしたけど、ベリンガムがねそのね天才の片鱗を見せてくれたね。パスとかはさすがにねやっぱショータイムが強いって感じするけど、全体のバランスとか攻撃性能今回なかなかえぐいと思います。ベリンガムいいぞ、これでやっぱ B2B だし、まあ、守備もできる。やっぱ433において結構 B2B の価値が高いというかね、中盤ある程度戻ってきてくれて守備もやってくれたら申し分ないですからね。スライド、いやっほー、ライディング、枠内ほぼ持ってくからね。これ走れます、ドリブルできる、はい、ナイスボール、ビエラありがとうこれはこれはもう完全にベリンガムがねドリブルとアシストも打ってくださいと言わんばかり、体勢難しかったけどフェノミナルパスでそれを通していく、ベリンガムの良さっていうかね、それを感じてきた。エッジターンをねゴリゴリにバンバンに使うとかはねそこまで多くないんだけど、あったらね、いやここみたいなところが来るんで、能力値だけじゃさやっぱ分かんないことってありますよね。それでまあこのベリンガムはめっちゃ使用感がいい、そのところ。さあ焦らずにこれはドリブルで運びます。まずはでここでベリンガム一回使う、そういうこと。もう一個ね、もう一個持ってくこれドリブルが軽いのよ、フィジコンボディコンのおかげでドリがねむっちゃ軽い。ここまでさ攻守揃っててさいろいろできる選手っていうのもなかなか珍しいと思うんだよね。ベリンガムカットイン、素晴らしいわ、いやー惜しい、マジ素晴らしい。現実でもこれなんかあのショータイムのベリンガムより現実ベリンガムしてる気がする、まあ、ライブアップデートが載ってるっていうのもあるんだけど、めっちゃ使いやすい。ホワイトさんも使ってきてますね。ベリンガム軽い、エッジターン、ここでエッジターン、さあで上がっていく、このパスレオン落としてエンバピュー、ただねベリンガムがいいのよ、この辺で一回そうゲームを落ち着かせる力もある。いや、いけるんじゃねこういうの。うわー、マジか。取れる。いたー、よっしゃ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 、めっちゃ使いやすいぞ、まあ。デフォルトでやっぱ特殊ダブルタッチがさ、このやっぱ身長の高さとか、ガタイの良さからね、出せるっていうのは強いし。ドリブルもさやりやすいし、まあベリンガム劇じゃー最高。もうこれフリーキック、まあ、いつか見たいよね現地で、レアルベリンガムが直接フリーキックを決めるところも見たい。そん
でもって使いやすすぎる。サキュー軽いんですよね。でここもやっぱ体の強さ生かしながらパスゴ、あーそっちに行っちゃうっていうやつ。そうナイス惜しい、まあ、インターセプトもない。ナイス守備やば、守備最高。追い込む。三笘ゴー、三笘ベリンガム、ベリンガムやったディッシュダルタイム2得点。これこれショータイムだったら多分入ってないんだよな。あれをちゃんともうポスターだって枠内持っていくっていう2得点レアル最強。レアルの開幕の試合見たけどやっぱすごかったもんね。ベリンガムの躍動感、オフザボールもすごいし、ボール持った時のオンザボールもすごいし。週刊ベリンガム狙って獲得して使ってみてください。いやめちゃくちゃ個人的にはおすすめしたいね。ということでね、また本日からねこんな感じで動画をね再開していこうと思うので、ぜひまた次の動画も皆さん遊びに来てください。次はおそらくですね、カカ、ミランカカのね、メイン衣装をやっていこうと思うんでね、お楽しみにお待ちください。また、ショーセンダー、ベリンガム最高。